皆さんこんばんは、桜小路アトレです。その付き人の山吹粉千代です。今日は告知のためにこの場をお借りしました。月に寄り添う乙女の作法2の発売日が近づいてまいりましたので、来週から恒例のカウントダウンを始めたいと思います。日替わりで登場キャラクターたちが発売日までのカウントダウンをしていきます。毎日確かめに来てみてくださいね。基本的に担当会は一度ずつです。この告知会もカウントされますので、私たちの出番は今日で終わりです。次はゲーム本編でお会いしましょう。全国のお兄様の元へ行ける日を楽しみにしていますね。よっしょ。それでは本日の告知を担当したのは桜小路アトレとマカソン山吹この千代でお送りしました。ありがとうございました。ごめんね、この千代、全然そんなキャラじゃないのに叫ばせ続けたりして。いいえ、私たちにはインパクトのある持ちネタがありませんから。お嬢様に汚れ役をさせるわけにはいきませんし、この山吹の叫び芸でやり過ごしましょう。ご安心ください。あ、あれ、まだカメラ回ってる？お嬢様のキャラが弱いと思わせないためにも、この場は最後まで一つのネタをやりきらなければ。何かインパクトのある言葉を叫べば芸として成立する。インパクトのある言葉を。